Welcome to the Startup Grind. 皆さんこんばんは、森若です。どうも。こんばんは。Good evening. ということで、どうも、サトルさんありがとうございます。本日はあの本当にお忙しい中、しかも昨日メッセージしてね、来てくれた仲間も、それが前から楽しみにしてくださった人もたくさんいると思います。本当にありがとうございます。早速ですけれども、本日 のスペシャルゲストスピーカー、起業家です、ね、今もときめく福澤さんをお招きしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。Welcome to Startup Grind. どうも。はじめまして。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずですね、最初に本当皆様に素晴らしいグレートニュースがありまして、福澤さん率いるですねビットキー、今回8月6日品川インターシティホールで開催された株式会社幕開けさんのですね幕開けミートアップで2019年にて特別賞、上司企業支援数ランキング1位に輝きました。拍手をお願いいたします。これクラウドファンディングの幕開けさんですよね。そうですね。どういった賞だったんですか。幕開けさんが、やられたプロジェクトに掲載されたプロジェクト の、はい、半年の中で一番こう、インパクトのある賞ということで、ご評価いただいたというふうに聞いております。聞いております、はい、素晴らしい。福澤さんはその場所にいらっしゃったんですか。行ってないんですね。行ってない。大丈夫でございます。素晴らしいです。今日はですね、素晴らしい、最近リリースされて売れまくって、今何万台売れてるんですか。今6万台ぐらい、はい、受注ベースいただいてます、はい、のそのサービスのとプロダクトのご説明をする前にちょっとお持ちくださいましたので、じゃあこの辺に置いてください。それ最初にですね、ビットキー何をしている会社かということで動画を流していただきたいと思います。準備がですね整うまでに、なんと福澤さんたちの会社はここプラグ&プレイのバッチ2に採択をされ、もう終わったんですね。はい、皆さんバッチって言ってですね、聞いたことある方もないかと思いますけど思いますけどもアクセラレーターって聞いたことある人どのくらいいますか。でこのプラグ&プレイはですね、シリコンバレーサニーベールにあるアクセラレーターでも非常に有名で、インキュベーションセンター、ね、箱ですね。そのインキュベーションセンターの中にコーワーキングスペースと、入居していただいてスタートアップが350社ぐらい多分シリコンバレーいると思うんですけども、でこちらの方渋谷の方もされてますね。でそこでアクセレーションプログラム、教育の方、箱だけだったらスタートアップスケールするの難しいので教育がある、これはアクセレーションプログラムですが、どういったことをこちらで学ばれましたか。そうですね、当時ちょっと後ほどご紹介するんですけど、我々の事業分かりにくくてですね、プラグ&プレイさんも IoT に位置づけられるのかフィンテックに位置づけられるのか分からなくてですね、両方とも一時は通していただいて、で2時の時に IoT で行きますということで、IoT で、受賞というか、合格させていただいたんですけども、結局プラグ&プレイさんの素晴らしさはやっぱりその日本の名だたる大手企業の新規事業部の方々と下駄履いた状態で、商談だったりとか業務提携の話ができるみたいなところがすごい多くてですね、現在も今ファイナンスやってるんですけど、今やらせていただいてるファイナンスも当時ご紹介いただいた方々が、引き続き続いて今やらせていただいてたりとか、あと営業面でもかなりご紹介いただいたりとか、6万台の受注って言いましたけれども、そこにも大きな影響をいただいてたり。6万台、はい、何ヶ月で6万台ですか。3月から、はい、営業開始して4月から発売なので、はい、4、5、6、7、4ヶ月ちょっと。すごい、物ってそんなに売れるんですね。そうなんですよ、ありがたい。すごい、また前職がスーパー営業マンで名を発して、その点も今日聞いていきたいですけど、準備整いましたか。じゃあ動画をお願いいたします。皆さん見えますかね。大丈夫ですか。ロックの鍵はアプリに送って共有することができます。
電池4本でおよそ600日間の使用が可能。電池が切れる前にアプリを通じてお知らせします。カラーは3種類。ぜひ一度使ってみてください。ビットロック。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございます。ちょっとあの事業説明をあのじゃあ3分から5分ぐらいでしていただけますか。はい、皆さん使われたこととかありますか、ビットロック。ないかな。あ、使われました。素晴らしい。どうでした、簡単に。便利です。便利です。ありがとうございます。まだまだあの改良しなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、すみません、ちょっとじゃあ簡単に、会社の、概要だけ、3分間お時間いただきましたのでご説明させていただきます。ビットキーと申しまして、創業ちょうど1年経ったぐらいの会社です。8月1日に創業しました。去年のですね。で現在今86名の、社員で今やっていまして、で、資本金の方は11億6千万というところです。で人数の、構成は右下にあるような形です。すみません、ちょっと突っ込んでいいですか。はい、1年間でもう90名。そうですね、今90名ですね。そんな会社日本にあるんですね。はい、ありました。作りました。どこの八丁堀じゃん、どこでしたっけ。今京橋。京橋にそんな会社があるんですか。はい、ありがとうございます。でもあそこいいオフィスですよね。はい、おしゃれな東京スクエア。東京スクエアがおしゃれな、髪型もおしゃれです。すいません、全然関係ないです。でもそんなすごいことですよ。11億超えて、数がなんかゼロが多すぎてあれですけど、11億ですか、調達額。そうですね。はい、やっぱハードウェアやるとですね、お金かかっちゃうんですよね。なかなかないですよね。でも日本でここまで早く調達した。じゃあ後でちょっとそこら辺の話を聞きます。ちょっとじゃああとちょっとだけ、なので1年間で11億6千万で、82名超えているというところがトピックスです。でポイントなんですけど、あの目の前にあのスマートロックがありますので、スマートロック屋に思われがちなんですが、実はあの我々もう一つの軸足を持っていまして、あのそれがデジタルキープラットフォームという、バーチャル上の本人認証と権利の移転ができるプラットフォームを作っています。まあ今ウェブ上での本人認証ってかなり重要視されていますので、そこに EKYC の技術を載せたりですとかいうことをやってますし、その、本人という ID に紐づく権利ですね。分かりやすい例で言うと、例えば車ですね、自分の持っている車、私からジョンさんに私の持っている車の権利ですね、それを、一時的に明日の3時から5時まで貸し出すみたいなことがですね、 LINE のスタンプのような形でサクッとできてしまう、そんなプラットフォームを作っているのが、ビットキープラットフォームです。ですので、それをあのスマートロックに応用すると、例えば明日の1時から3時、私がいないんですけどジョーさん入っていいですよみたいな形で権利移転ができるというような考え方の技術を作っています。なんかハッキングとかそういう危ないことってないんですか。ハッキングに強い仕組みになっています。わかりました。大体以上ですね。この辺があとは技術の話なんですけど、今日はちょっと避けさせていただいて。わかりました、ありがとうございます。じゃあ席に お戻りいただきまして、ネットでね検索すれば結構本当最近の有料株のスタートアップで著名になられてるので、皆さんも見ていただければわかると思いますし、ホームページもねすごくおしゃれで、4つ動画今日もあの、ね、勉強してきましたすごいおしゃれでわかりやすいね、だからカップルでも使えるとか子供でも使えるとか、いろいろ分かりやすい動画がありますので見られてください。で私はねすごいあのシリコンバレーで尊敬するあのエンジェル投資家で、 Y コンビネーターでちょっと習ったんですけど、ロン・コンウェイさんっていうあの Google とか Facebook とか投資してる人で、そして1週間に5社投資するスーパーエンジェルなんですけど、そのロン・コンウェイさんがスタートアップに投資する際で絶対に見る3つのことって皆さん何だと思いますか。皆さん 何に投資してると思いますか。何を見てそのスーパーエンジェルは皆さんの何を見て投資を決めると思いますか。3つのことどうぞ、恥ずかしがらずにドン引きしたい。どうぞ皆さん、人となり、そうですよね、人となりもそうです。他に3つのこと、はい、クレイジーさね、いやザキヤマさんには負けますけれども、私のアクセラレーターの成分ですけど、ホンダにいながらね会社サボっていつも来てくれる、まあ、そんな話はいいとして、皆さん他にどんなことだと思います。はい、ビジョンとチームと、あと市場
ビジョンチーム史上素晴らしいですね。大体合ってます。でもこの3つ実は全部同じことなんですよね。それが多分ビットキーさんにも言えると思うんですけど、皆さん何だと思います？どうぞ。人です。人ですよね。人でも人だけじゃないんですよね。はい、どうぞ。誠実さ。人がもっと増えていくグループで何ですかね。チーム。ありがとうございます。拍手お願いします。チームってロン・コーメンさんおっしゃってるんですね。ですごいなと思ったのが、今回チームがね、なんと創業メンバー3人で始められてると。しかもびっくりした、合計12人で会社を作ったと。そのなんか創業秘話をですね、聞きたいなと思うんですけど、なぜ3名、まあ、合計 CEO、COO、CCO、 CEO は分かりますよね。CO もね、副社長系ですね。CCO、何なんですか、3名。エグゼクティブ。ちょっとだけ役割を説明させていただくと、はいはい、CEO の江尻の方が経営と技術を見ているような感じですね。で、私の方で CX 全般ですね、まあ、セールスアライアンス、はい、あとは CS ですとか、サプライチェーンの方も見てますと。で、その1人外れた CCO の人間、ホーツキという人間がいまして、で彼が変わった人間なんですね。でずっとアメリカ事業の立ち上げ前職でやってたんですけれども、基本的に3兄弟の末っ子なんですが、3兄弟ともですね、高校行ってなくてですね、で中卒なんですけど京大に行きまして、でそれがちょっと話題になって漫画にもなったなんですけども、基本的に社会性がないんですが先進性があるというか面白いことができるんですね。なのでクリティカルなミッションを彼にお願いして、例えば資金調達のリードですとか、あとはクリエイティブの動画みたいなところを彼にお願いしてという感じです。すごい。その3人がどこで出会ったんですか？前職ですね。前職何をされてたんですか？前職ERP を作っている国内系のベンダーだったんですけど、はい、で3人とも営業ですか？あ、いや全然違います、ね、全然違う、はい。私は国内の、東日本の舞台の、カスタマーサクセスチームを見ていて、はい、で、ホーツキが、アメリカの立ち上げをやっていまして、で、エジリという CEO の人間が技術ですね、ワークス自体はプロジェクトマネジメント、10億20億の案件があるんですけども、で会計ですとかサプライチェーンみたいなシステムを入れ替えなければいけないので、業務プロセスの改善をしたりですとか、いろんなベンダーが絡んだりとかするんですけど、プロマネ能力に特化して。すごいですね。で、いや今日のねトークは残り20分って、もう20分なんですけれども、いや現在から始まってちょっと過去に行って最後未来のビジョンを語っていただきたいと思うんですけど、でその3名であって、あと残りの9名はどういった方々なんですか？9名は、2名を除いて、まあ、別の会社のメンバーでして、まあ、ある BI の会社の CTO とか、あとは貿易ベンチャーの CTO とか、はい、そういうエンジニアたちですね。で、もともとどこかのタイミングでワークスって言っちゃいました、はい、前職に被ってるっていう感じです、はい、今日ワークスの方もね来てくれてると思いますけど、実はシリコンバレーツアーやった時の九州の、ね、大学で方がワークスに入って教え子の方、教え子みたいなもんですけど、あだ名がセバスチャンという日本人で、後ろにやりしてますけど、ね、僕大体グローバルネームつけるんでグローバルネームフクちゃんでいきます、ね、あ、いけるのかな下関ですから、ね、まあ、そのように12人でスタートして会社なんて聞いたことないですよね。で、それが12人がやっぱワークするんですか？全然面白くなかったけど、はい、確かに12人がそうですね。で、その役割みんな違うんですよね？あ、全員違いますね。でもその中で3人が CEO、どうやって決めたんですか、3人の中で誰が CEO やるとか。おのずと決まってましたね、なんとなく。はい、江尻さん、髪がおしゃれな。あ、そうですね。見ました、はい、で、その福澤さんは COO として1日の仕事の流れってどういうふうに、何をされてるんですか、毎日。ですね、大体朝8時ぐらいからミーティングをしてまして、ちょっとベンチャーだとあれかもしれないですけど、今は立ち上げの時期なので、かなりまあストイックに働いていまして、で、基本的には午前中はセールス側を見ていますね。で、もちろん現場にも行きますし、あとはその B2C のビジネスも B2B のビジネスもやっていますので、 B2C におけるカスタマーサクセスのフォローだったりとか、 Twitter を見たりですとか、そちらに対してのカスタマーサクセスしなければいけなかったりとか、 B2B ですと1000台とか2000台とか一気に今設置をしていますので、そこに対してのコンサルテーションみたいなところも現場で起きて
ので、そのあたりも見ていただきたいと思います。で、1年で90名、約90名ですよね、の社員さんを抱えるその採用とかもすごい大変ですよね。いつからそんなに、最初だって12名で始まって1ヶ月後とか何名、どんな感じでスケールしてたんですか、チームは。多分最初の半年で頑張って30名ちょっとぐらいまでいった感じです。で、皆さん若いんですか、20代、30代ですか。いや、そんなことないですね、上は45ぐらいだった、はい、で下は一番若くて25とかですね。で、どうやって見つけられてたんですか、そういう。今日、うちの人事担当も、はいはい、あ、来られてます、イケメンな人事担当者。今、人事の採用チームで4人いるんですね、はい、でそれぞれごとに専門領域を持ってやってますね、うん、彼なんか戦略的にどちらかというとファーストコンタクトを取るのが得意なタイプでして、はいはい、でクロージングが得意なタイプとかっていうので、はい、フォーメーションを分けてやってますね。男性と女性の比率とかは2対2です。あ、全社です、ね、あ、90人のうち何名が男性。宮崎に、はい、カスタマーサクセスチームがあって、はい、いわゆるその、まあ、コールセンター的な機能もあるんです、ね、はい、でそこはほぼ女性なので、そういう意味で言うと3割ぐらいは女性です、ね、女性が多いと。すごい。それで半分がエンジニアさんなんですね。今そうですね、40名ですね、40名ちょっとぐらいがエンジニアです。いや、その福澤さん、経済、大学では経済を学ばれてたんですね。学んでたっていうことじゃないかもしれない。いや、よく思うのが、その経済学んでる社、文系だと経済学部出身の社長日本多いんですよね。で、エンジニアさんとのね、すごい仲いいというのを聞いたんですけど、どうやってその自分がわからない分野とかもあるわけじゃないですか、正直。僕も医療機械とか言ってますけど、それどうやってそのエンジニアさん、自分の社員との距離感とか縮めたりされてるんですか。それで言うと、もう分かるところまではキャッチアップしますね、はい、まあ、具体的に言うと、その分散技術とかで言うと、イーサリアムは私プログラムも書きますし、ご自身が、はい、書きましたし、はい、ゼロから書きましたし、はい、少なからず言語が分からない状態だとやっぱ話が噛み合わないので、はい、だから概念を理解してます。そういう努力もされてるんですね、はい、ありがとうございます。で、ね、非常におしゃれでモテそうなんですけれども、ご結婚を、はい、してます。されて、しかもお子さんが生まれた日が実はビット機の創業日ということで、すごいです。去年の8月1日8月1日に、はい、娘が生まれました。すいません、いやいや、拍手をお願いいたします。いや、非常にめちゃくちゃ、しかもビットキーのちょうどファーストイヤーアニバーサリーですね、創業なんです。おお、なんか創業秘話とかあるんですか。創業日はいなかったですね。で、やっぱり子供が成長していくと同時にこう会社もちょっと大きくなってくるので、はい、潰せないなっていうのが嬉しい、多いです。すごいですよね、それ。いい経験者になるために心がけてるコツとか何かございますか。経営者っていう定義はまだ私の中ではできてないですね、はいはいはい、これプロジェクトだと思ってですね、はい、なんかその自分の会社だっていうエゴみたいなのがあんまりなくてですね、実は、この事業自体は多分日本にとって非常に有意義な、はい、プロジェクトになると思ってるので、はい、このプロジェクトをどうやったら成功させられるかっていうことですね。なので、ごめんなさい、いやメンバー全員には敬意を払ってますし、ちょっと真面目なんですけど、ね、いやいや、どういうふうに敬意を払われてるんですか。もうあれですね、接し方も含めてですね、はい、乱暴な態度とか絶対取らないですし、はい、素晴らしい、優しい、厳しく言ったりはしますけど、はい、そうなんです、ありがとうございます。じゃあ、そのちょっと年上の社員さんもいらっしゃるんですよね。どういうふうに厳しく年上の方に注意とかされるんですか。いや、でも普通ですよ、はい、年上っていうところで言ったら40歳の元 NEC の担当で、今社内ではサプライチェーンをやっていただいてるんですけど、の方は何ていうんですかね、まあ、人柄面白いんで、はい、関西出身なんですけど、めちゃくちゃまあ面白いんですけど、はい、基本的にはストレートに言い合うっていう感じですね。ああ、いいですね、はい、分かりました。皆さんの中でも一番多分質問聞きたいのが資金調達だと思うんですね。で、11億もの、ね、お金をどうやって誰から口説いたとかっていうのを聞きたいと思うんですけど、まず段階的に言うとですね、創業8月から10月末の3ヶ月で3億4千万を集めますね。で、それを元手にプロトタイプを作っていまして、で、3月から5月末、まあ、6月中旬ぐらいまでですかね、の3ヶ月間で、また7億円ぐらい集めさせていただいたというこの2段階になってます。で、初期もそうですし、2段階目もそうなんですけど、基本的にはエンジェル投資家の方々ですね。事業会社さん、森トラストさんですとか、ぼやすさん入られてますけど、はい、それ以外は基本的にはエンジェルだと思うんで
ですね。エンジェルと言いますと個人のお金持ちの方ですか。ですね、結構ここも、戦略的にちょっとやってまして、はい、そのベンチャーの教科書だと株主増やすなんて書いてあるじゃないですか、うん、で僕ら逆張りしてたんですね。株主は増やそうと思ったんです。エンジェル何人ぐらい入られてるんですか。エンジェル今25から30ぐらい。25から30すごい。でもさ、会うだけでも大変ですよね。大変でした。でどういった方だって、エンジェル投資って日本じゃなかなか難しいって言いますけど、私もエンジェルやってますけど、エンジェルに会えないってよくスタートアップの人言いますけどね、どうやって、もともと知り合いとかいるんですか。すいません、最初は知り合いの方からのご紹介だったりとかっていうのもあったんですけど、このスマートロックをつけるのは不動産の物件がメインなんですね。ですので、販売先も不動産会社になりますかということから、基本的にはその不動産中堅の不動産のオーナー社長さんをターゲットという言い方がおかしいですけど、エンジェルになってもらおうと思って回ったって感じですか。でも関東エリアですか。いや、全国です。全国のオーナー社長に。そうです。そうです。福田さんが行くんですか。私も行きますし、ホーツキー、私とホーツキーは基本的にはフロントで、ね、そのアメリカで、そうです、その天才兄弟生ですね。そうです。中卒で。中卒の。で、2人でどんな感じで、何分間ぐらい、どういうふうに口説いていくんですか。大体1時間から1時間半なんですけど、はい、最初の30分ぐらいで、はい、もう、ふんってやられるケースが、多々あるんですね。はい、で最初の1億から1億5000万集めるのが一番苦労しまして、おで1億から1億5000万集まると、はい、あ、こいつら金集まるんだなっていう、だんだんみんなが入れてくれるんですね。はい、そうなんですよ。じゃあその最初誰で入れてくれたんですか。1人目は最初は割と、身内に近い方だったんですね。でどうやってそのピッチをしたんですか。本当に事業計画書を作ってですね、はい、いわゆるそのコンセプトの資料をですね、はい、で作って世界観の説明ですね。で製品できてないんですよね。できてないです。できてないか、できないかもしれないですよね。できないかもしれない。それどういうふうどうやって、だって大体シリコンバレーでもデモ見せてくれって言って、デモがないと入りにくいんですけど、それ絵に描いた餅になるパターンがあるから、はい、よく言われました。ですよね、はい、それどうやってエンジェルの方、やっぱ最終的にはその営業活動と一緒だったんですけど、はい、基本的に、ないものでもお金払ったりするじゃないですか。もちろん旅行行くのだって旅行も別に事前にお金払います。家からもそうですよ、ねはい、みたいな形に近いかなと思っていて、はいはい、多分夢を買っていただいて、はい、かけていただいたっていう感じだと思います。ちょっとウォールドディズニーみたいな、はい、夢ですごいですよね。でも11億集まって、今後もあれですか、やっぱり調達どんどん今はそうですね、ですはい、年末に向けてこれがベンチャーキャピタルとか、はい、これからが事業会社さん系ですね、はい、いわゆる事業のシナジーがあるような、はい、CVC さんですとか、たくさんありますよね。はい、わかりました。これからちょっとそういったですね、スーパー営業マンになるきっかけを与えてくれたその生い立ちとかもちょっとだけ、ね、5分くらい聞きたいんですけど、親族が切削工具ドリルなどを作ってる一部上場企業日清工具という会社を経営されてるんですね。そうですね、はい。でなんか子供の時やっぱりその、ね、親の会社とかおじちゃんのおばちゃんの会社がそういう家族経営という家族経営も大きな形でやられてて、やっぱり影響とかあったんですか。そうですね、なんか当時からやっぱり、自分で事業やりたいというふうに思ってたんです。子供の時から。子供の時から。小学生の時から。どんな事業をやりたい、やっぱり親族の会社継ぎたいとかそういうのはあったんですか。いや全くなくてですね、はい、やっぱちょっとかっこいいことをしたくてですね、はい、で世の中にこう価値与えられるには、はい、正直ドリルじゃないドリルじゃないとドリルじゃない、いやこれ YouTube 見てるかもしれないですけど、なんかどっちかというと製造業よりかは、はい、当時なので IT っていうふうにはなんか憧れてた社長さんとかいます。いや実はあんまりないというか、皆さんすごいと思うんですけども、はい、なんかその元々なんですけども誰かを崇拝してしまうと、はい、そういう人を超えられなくなってしまうっていうところがあって、はい、未来の自分が分かりました。人のいいところを盗みたいなって、はい、すごいですね。で、お母様のお母様の一族が経営されてるとおばあちゃんが、はい、なんか継げとか継いでほしいとかそういうのはなかったんですか。なかったですね、うん、そうです。でも一番そのなんだろうな、親の背中見て学んだこととか何かありました。今は良い感じなんですけど、はい、結構やっぱ20年前ぐらい結構騙されてまして。あ、親が、はい、あ、親というか、一族、一族が誰かに。そうですね、20年前もちょっとですかね、30年前ぐらいですかね、はい、ほんとちっちゃい頃、はい、苦労したっていう話よく聞きます苦労がね、どこの会社もあると思いますけど、はい、で、大学時代とかイベントとか
結構ヒップホップが大好きで、イベントのオーガナイズとかもしてたんですか。どんなイベントやってたんですか。あの知り合いのシンガーとか、はい、ダンサーとか集って、はい、まあ、クラブイベントをやったりとか、はい、一緒じゃないですか。そうです。私も大空屋最大のイベント会社を大学時代に忍び台辞めてまで、まあ、みんなで作ったことがあって、木金土1500人、2000人とかでパーティーをやってて、今その会社4万ね3000人とか集めるアーバンエージェントって会社になってて、私もだからイベント大好きで、だから今こういう起業家イベントとかやってるんですけど、なんかその遊んでた時、まあ遊びながらイベントとかもやると思うんですけど、まあ、私のことビジネスも全部遊びなんですけど、なんかその時やった仕掛けとかなんかで、今営業とか会社経営でイベント運営とかなんか生かされてる学びとかあります？多分たくさんあると思うんですけど、まあ、一番印象的だったのはそのクラブイベントをやるとですね、その時やっぱ構造を考えちゃうんですね。どこでお金が出ていって、はい、どこで一番お金が生まれてるのかっていう構造を考えちゃうんですけど、その時にやっぱ一番、お金を生んでいたのが、はい、あのドリンクだったので、お通常ドリンクって、はい、あのイベント、あの、なんですか、あの場所側に任せちゃうことだと思うんですけど、これドリンクをちょっと自分たちで提供できたのはどのぐらい上がりが変わるんだろうというふうに考えました。10倍変わりました、はい、すごいですね。結構儲かりました。結構儲かりました。我々もそうで、これクラブイベントって不動産ビジネスだと思ったんですね。で、毎日誕生日が絶対あるからバースデーパッケージを作って、シドニーの一番いい大学からどんどん人を落としてたんですね。それでシドニーの一等地のクラブ、しかもクラブっぽくないところを借りて、バンブーマーティンプレイスバーっていうところを借りて、そこのバーと交渉して、実はあなたのクラブ一週あの土曜日何人入ってるとか言ったら100人も入ってないです。僕らがやれば1500人とか2000人入るんですよ。そう、だからバー代を後からもらう、キックバックしてもらうっていうスタンスに変えてやってました、うん、まあそんな話はいいんですけど、ね、ありがとうございます。で、ワークス、でも起業したいと思って、大学の後はワークスアプリケーションズさんに就職されて、新規営業を4年間をされたんですよ。もともと営業やりたくてワークスに行ったんですよ。はい。で、でもいきなり起業とかなかったんですか。ですね、最初大学時代に、起業をしようかなと思ってですね、何とかやったんですけどうまくいってなくて、でなんかそのコンサル会社のブームだったので、コンサルが、まあ、経営に近いんじゃないかっていう勘違いのもとですね、はいはい、あるベンチャーのコンサル会社さんに入りました、はい、ですごいいい会社だったんですけど、はい、ふと思った時にこれどうやって仕事を生んでるんだろうなと思ったんですね。社長が仕事を取ってきてたんですよ、ね、でその MIT とか、はい、ハーバードとかに、はい、いわゆる社長も留学していて、当時日本の企業留学で来てたメンバーたちと、まあ、パーティーをいっぱいやって、はい、で戻ってって偉くなって、その人たちと仕事をしてたっていうのがあってですね、これはなんていうんですかね、本当自分でビジネスやるなら仕事取ってくれるようになるとダメだなって言って、営業を学ぼうと思ったのでワークスを行ったと思います。で、そのどんな営業を学ばれましたか。ちょっとご存知じゃない方もいらっしゃると思うので簡単に説明させていただくと、ワークスアプリケーションズの扱っている商材というのが日本の大手企業様向けに、人事ですとか会計のパッケージシステムですね、まあ、4000万以下はないんですけど4000万以上で当時最高受注額だと20億とかっていう金額のものを法人営業するんですね。でそれが無形財ですので、触れたりとか乗れたりするものでもないですし、かつ高額商品というところでここがやっぱ難易度一番高いなと思って学んでました。で、なんか営業の時の思い出に残るなんか秘話、営業秘話みたいな、成功秘話、失敗秘話でもいいですか、なんかございますか。ですね、法人営業、陣取り合戦ですね。よくこう営業でミスる人たちがやっちゃうのが、目の前の方がいいねって言われてるんですけど、目の前の方の組織があって、その組織の中の力学があって、でどういう構造で意思決定されるみたいなのがあって、だから結構その企業からによって意思決定のプロセスが全然違いますと、要は究極言っちゃうと意思決定する人いない企業とかもあるんですよ、うん、でどうするかというと空気を作ってあげるみたいな、はい、で空気が意思決定するみたいな会社もあるんですよ。どうやって空気作るんですか。空気はですね、どうやって空気作れるかっていうのも構造なんですよ、はい、で過去の事例を学んだりしますね、まずは、うん、その会社、そんな会社でも過去意思決定された実績があるんで、はい、じゃあ過去意思決定された時はどういうふうに決まったんですかみたいな話を聞いたりとか、はい、そうすると全然関係ない顧問が鶴の一声言って、はい、でなんかみんないいんじゃない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 みたいになったりとか、はい、そういった雰囲気作りをっていうのも、要はどうやったらこの組織体において意思決定されるのかっていうのを構造的に分解するっていうのが
すごいですね、はい、さすが経済学ばれて、学んでなかったですけどクラブで学ばれて素晴らしいと思います。そこからまあ営業成績ずっと一番で、起業を仲間と志していくんですね。だからワークスに入ってないと今の起業仲間はないですね。ないですね、はい、でどういったタイミングでみんなでやろうと、この事業をやろうと、たまたまタイミングがあったんですね。で私も、もう独立しようと思っていたタイミングに、昔からよく江尻光月と仕事してたんです、はい、でプライベートも一緒に遊んでいてですね、はいはい、仲も良かったですし、はい、仕事面のリスペクトもありまして、はい、で彼らがちょうどアメリカのプロジェクトをやっていて、アメリカで事業アイデアを思いついてですね、でそれが社名にもなっているビットキーという、はい、当時ブロックチェーンとかも流行ってた時期なので、はい、これをどうやったら事業展開できるかなと、やっぱ鍵と相性がいいんじゃないかというところから、ビットキーを調べて、でそうするとですね、まだ商標も取られてないと、はい、これは面白いなみたいな話で、1、2年ぐらい構想してですね、はい、やりました。でそのビットキーを3人で作って、で調達して、じゃあ自分たち の, そのビジョンを形にしよう、製品を作るわけですよね。で自分たちの製品を作ってくれる舞台は会社の中には、そうですね、製造業って、はい、工程があってですね、はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、基本的には、設計デザインみたいな工程と、その後に、試作設計みたいな工程、お試し版を作るみたいな工程です。であと組み立て量産みたいな3段階ぐらいに大きく言うと分かれるんですけれども、この最後の、2つ2番目の半分ぐらいかなですかね、は外部に委託させていただきます。でこれがまた面白いですね。ネットの記事で今日読みましたけど、深圳、そうです、今深圳、中国のシリコンバレーで、その深圳どっちの、このピンクの方ですね、ピンクと黒の方ですね、こちらが今一番廉価版で出しているので、はい、ビットロックライトっていうんですけど、はい、これが深圳で量産をしてまして、こちらは国内で作ってます。こちら福岡の、福岡で作ってます。でどういった出会いというか、そのこれ福澤さんたちどうやってディシジョンメイキング、どうやって選ばれて深圳で作ろうという決断されたんですか？かなり工場は当たりまして、私実家が製造業やってますので、はい、実家からの紹介とかもめっちゃあったんですけど、はいはい、で紹介受けるとですね、それ作ろうとすると1年半かかりますって言われるんですね、はいはい、で日本はやっぱりそういう文化なんですよね。1年半かかっちゃうとハードウェアスタートアップ潰れてしまうので、はい、1年半まだ経ってないですからね会社が、はい、でもうちょっとそのスタートアップにあったようなアジャイルで作ってくれるような、はい、工場ないのかというとかなり探しまして、で当時はこちらジェネシスホールディングスさんという中国の会社さんで日本人の方がやってるんですけど、そこで作ってるんですが、ポケトークって皆さんご存知ですか？はいはい、ポケトーク、松田さんとこの、あ、そうです、シリコンバレーいますよね、はいはい、あとはジャパンタクシーさんの後ろのタブレットも作ってるんですけど、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、ポケトーク今電車乗ったらむちゃくちゃ出てますよね。出てます、今50万台突破したらしいです。この間楽天のパーティーで松田さんいましたけど、本当ですか、あ、そうです、すごい。でその深圳で作ったのと福岡で作ったのなんかあるんですか？どっちの方が壊れやすいとか言っちゃいけないけど、いや、あんまり全然関係ないですか、はい、日本国内国産ともっとジャパンクオリティの差が出るかなと思ったんですけど、はい、深圳で作ってる方も、はい、かなり今精度上げていただいてまして、はい、相当いいですね。コスト面ではどうなんですか？もうすごい安いですね。向こうのが安い、深圳の方が安い、安いし早い、安いし早いですね、上がってきておりますけど、はい、でもその後に福岡で作ろうと思った理由って何なんですか？最初に思っていたのは、GCP が、何でしょうね、何かあった時に、何ですか、設計までできていたら、はい、工場別でも作れるんですよね、部材さえ調達できれば、うん、なので、コンティンジェンシープランではないですけど、うん、2つの工場でやろうとはもともと考えてたんですよ、うん、1つの工場でディペンドしてしまうとその工場で火災が起きたりとか、はい、地震が起きたりとか、雨が降ったりとか、はい、それもまずいな、リスクになるので2つに分けようと思いました。分かりました、はい、残り3分、あっという間ですね、もう30分経っちゃいましたけども、今後の展開ね、こんな素敵な福澤さん方にお会いできる、次は9月20日に日本初のプロップテック特化型ピッチカンファレンス、プロップテックスタートアップカンファレンス2019というのが、これどちらであるんですか？不動産業界を盛り上げるスタートアップが集結って出てますけど、東京のどこかで、どこかでプロップテックスタートアップカンファレンス、これ結構 Facebook も賑わしてますよね。で日本の今不動産テック、ご興味あるの20社選ばれた中で福澤さんもピッチされるんですよ、はいはいはい、頑張ってください。ありがとうございます。で最後に今後の、展開とか
事業展開とか海外展開とかについてコメントをお願いします。そうですね、先ほどちょっと簡単にご説明させていただいたんですけど、あくまでも、まあ、デジタル上 の, ID 認証及びその ID に紐づく権利の一定のプラットフォームを作ってますので、扉だけで、クローズするような事業モデルではないというふうに思っています。で、現時点は実は水面下でですね、他の領域のお話は進んでいまして、来年の早々にでもですね、そういったところを、まあ、皆さんにお届けできるような状態になるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、車も、家の鍵も一つの ID で開けますし、それだけじゃなくて、例えばその、自分がですね、はい、ドラッグストアに行った時に、はい、自分の過去の症例を一時的に渡せたりとか、はい、素晴らしいですね、今訪問診療とか結構流行っていて、はいはいはい、23区だと、まあ、15歳以下ただですので皆さん自宅に呼ばれるじゃないですか、はいはい、でその時もその来たお医者さんに過去の診療情報っていうところを渡せたりとか、これも鍵なんですよね、一時的にアクセス権みたいなところですので、すごい、こういったところもやろうと思ってますので、すごいですね、はい、福澤さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。